ホームの清水は 4-2-3-1 を予想しました。ゴールキーパーは権田、ディフェンス原、高橋、鈴木、義則、山原、中盤ダブルボランチにホナウルと白崎、そして右に中山、左にカルリーニョスジュニオ、トップ下には乾、最前線ワントップにはチアゴ・サンタナが入ります。スタメンは前節と同じ11人です。ゴールキーパーポープ・ウィリアム、ディフェンス鈴木純也、チャンミンギュ、藤原、奥山、中盤のダブルブランチに宇野と松井、そして中盤の右、4試合ぶりに平川を先発に出てきました。左にエルヒ、トップ下には高橋大吾、そして最前線には藤尾翔太という11人、前節とスタメンを1人入れ替えています。中井のクロスが入ってきました。松井が行く、こぼれた、シュートだ。先に先行したのはアウェー FC 町田ゼルビア。なんとなんと今日フルス対戦、高橋大吾から得点が生まれました。プロキャリアをスタートした清水、自らの成長を示す恩返し団高橋大吾。さあここは右に回転をかけてきて、これを残します。平川です。エリア内3人。さあ平川得意のドリブル、中へ折り返し、追加点は町田。またしてもこのエリキから生まれました。昨日が30歳の誕生日、バースデー弾は4戦連発の今シーズン18点目。本当にシンプルなプレーの連続なんですけども、その質っていうのはやはり高いですよね。それを周りの選手もしっかり信頼して、一番嫌なところにいるっていうのがやはりエリク選手ですよね。藤原からの長いボール、さあエリキが行く。馬力スピードのあるエリキ、そして中央横パス、宇野から縦につけていく、ワンタッチ、さあエリキのシュートだ。ナイスキーパー、ミドルレンジから狙ってきました。エリキが倒れていますね。接触シーンはなかったんですけれども、ちょっとエリキ難しそうか。清水のこうディフェンス陣に脅威を与え続けたエリキですけれども、ここでバスケスバイロンと変わります。当然その狙い目的温度感を分かって、サポーターからも大きな声援。さあクロスが入ってきた、ヘッドだ、壊れた、シュート、リーグ1位のバスケスバイロン、かわしてシュートだ、取れた。幅を使ってさあ乾、縦に入れる、ここに侵入してきた、北詰めだ。後半途中投入、右のウィングに入っている北詰め。町田も新たにメンバー交代、スタンバイの姿も見えますが、ここはさあ乾が剥がしていく、そして乾のシュートはまず素晴らしいですね。そこから町田選手ですかね、股抜きを狙って、少し距離あったんですけども、気持ちが本当なんか伝わってくるようなゴールですね。この展開を考えても。
最後の最後まで目が離せない展開となっています。原、北爪、そしてホナウド、ホナウドかわして、代わった宮本、さあ厚みを増して右からのクロスが入ってきた。遠いサイド。